ふっくら美味しそうな赤飯いなりに、ぎっしり身の詰まった江戸崎かぼちゃ。これらはすべてつくば市吉沼にある吉沼街角テラスで市が出店を支援する事業者によって販売されています。つくば市が行う周辺市街地チャレンジショップ事業により、今年7月から2つの店舗が営業を始めました。このチャレンジショップ事業について、つくば市周辺市街地振興課の南塚さんにお話を伺いました。つくば市が合併する前に地域の拠点だったところを周辺市街地と呼んでいるんですけれども、そんな周辺市街地に魅力のある店舗を呼び込んで、地域を活性化していこうという目的で始まった事業になります。現在出店中の稲荷とお赤飯、露飯、町の八百屋さん、ラクルッタの担当者の方にそれぞれお話を伺いました。メインはシンプルな稲荷寿司と、あと赤飯いなりって言って、水戸の方とかでは結構ポピュラーに食べられているものなんですけども、こちらだとあんまり売ってるところがないので作ってみました。あとお赤飯は私の母が得意料理だったので教わってちょっとラインナップに載せています。今のところはインスタグラムのダイレクトメールから予約を受け付けさせていただいております。あとは来店されて、明日以降で予約したいというふうにおっしゃっていただければ受け付けしております。小さいお店ですけれども、とても美味しくできていますので、もしよければこちらまで足をお運びいただければと思います。お待ちしております。今現状やっている仕事で吉沼の方のドラッグストアに卸させていただいてるんですけど、その従業員の方だったりとかお客さんとかとお話しするときに、この辺八百屋さんとか野菜買うとこがなくって困ってるっていうお話をお聞きしたので、私に何かできることがあるんだったらちょっと挑戦してみようかなと思って応募させていただきました。やっぱりこの辺の周辺に来て住んでらっしゃるようなご高齢の、車なかなか運転できないようなご高齢のおじいちゃんおばあちゃんの方が多い感じがします。今のシーズンおすすめの商品についても伺いました。今香水梨が始まりまして、これから梨の時期盛んになってくるし、茨城県は梨の産地であるので、ぜひたくさん入ってお安いと思うのでよかったら召し上がってみてください。農家さん直送のお野菜をなるべく取り扱うようにしていて、特にこの野良っ子農園さんっていう農園さんを取引させていただいてるんですけれども、不思議な今空心菜だったりとか、今ちょっと売り切れちゃってるんですけど、おかひじきだったりとか不思議なお野菜とかも作ってくれてる農園さんで、ぜひ新鮮なので食べてみてください。もともと農家さんの規格外品とかを積極的に買い取って農家さんのモチベーションを上げていきたいっていう思いで甘くぼのお店を創業したのもありますし、自分にできることを少しずつ農家さんのモチベーション向上だったりとか、農業のなんかこう自給率を上げていきたいとか、そういうことに関われるような活動をしていけたらいいなと思っております。つくば市というと研究学園都市をこう連想されるかと思うんですけれども、周辺市街地には魅力ある店舗だったりとか、古き良き建物だったりがたくさんあるので、ぜひ吉沼街角テラスをきっかけに、周辺市街地に足を運んでいただいて、地域の雰囲気を感じ取っていただければと思います。吉沼以外にもチャレンジショップの出店地域をこれから増やしていきたい考えとのこと。つくばの周辺市街地活性化が今後も期待されます。